通し道のちょっと脇を入っていったところなんですけど、若干気になるスポットがあったので、上がってみたいと思います。福間殿城跡っていうんですかね。なるほどなるほど。おお。これからちょっと福間殿城跡という福間殿城跡というところでですね、登っていきたいんですけど、なんか面白いの見つけました。何でしょうねこれ。踏み跡程度。爪は急坂らしいですよ。行ってみますか。まあまあの急坂ですね。うわ、虫がいっぱいいる。うわ、この階段を登り切ったところで、ほう、何もない。これを上がれということか。これを上がれということか。いや、雲とかいっぱい。そうだな。ここからの景色はこんな感じ。やばい。あそこに明かりを灯したら何かのあの灯しみたいな形のやつに明かりを灯したらどっかの鍵が開くのかな。7個集めないとダメかな。よいしょ。これ以上進むのは無理そうだ。俺の探検はここで終わるのか。よし、降りよう。降りるのはいいけど、結構な急な勾配だぞ、これは。転げ落ちそうだな。よいしょ。なんとか大丈夫だ。あれ、よく。よし、帰ろう。という感じで、まあちょっと何もないところでしたが。でもバイクで走ってて、こういうところに上がっていくのってのは、ちょっと楽しい醍醐味ですな。階段があると登ってみたくなる。